さあ今回はラウンド1、府中ですね、はい、の、シーン争奪戦ということでオーディオコメンタリー始めたいと思います。ブンブンです。はい、DJ2DCのマブの、マゴです。マブですからね、はい、よろしくお願いしま す, しいします。ということで、青チームの編成はですね、22オルガ、22セイラ、18レミ、18ジョナ、赤チームの方が24カザスミ、17キョウカ、18ジョナ、317のラカンドとなっておりますね。はい、見どころとしては17のラカンドですね、はい、17ラカンド、これ珍しくないですか？そうですね、かなり珍しいんですけども、まあ、あのプレイヤーの名前がまず大財門、はいはい、っていう方なんですが、ワンの頃からやられてる方ですね。ワンの頃から波動砲、もしくは、まあ、ヘビガン使いですね。なんかヘビガン使いとして有名です、ね、そうですね、ウォーリアとかじゃなくて結構重々しい武装を人で振り回して、ね、すごい強いかといって、その近距離寄ると、はい、まあ、どうしようもないかっていうとそうでもなくて、結構ハンガーとかね、ハンガーもそうですし、あのフルショとかの読みがすごい上手いプレイヤーなんです。なるほど、で、まあ、その人の視点ではないのがちょっと残念ですけれども、ね、まあ、良さは見れると思います。わかりました。さあ視点の方はこれは、オルガの視点になってますね。はい、はい、これは結構気になる視点ですね。旧渋谷ステージということで、はい、やっぱこのマップ人気ありますね、まあ、オルガ使いには。そうですね、オルガ使いには人気ありますし、やっぱオルガがやっぱ活躍しやすいですね、はい、そういうこともあってやっぱオルガを入れてる編成なので旧渋谷を選びましょうということだったんじゃないでしょうか、はい、じゃあその動きも含めて見ていきたいと思います、はい、さあ開幕ですね、この距離ですよね。マップはやっぱ一方的にオルガが打ちたい時間です ね, ですね。さあジョナさんに当てて2発さあ、おお、いいですね、いいですね、いいですね。おお、ヘッドショット、これどうですか、めちゃめちゃ甘くないですか。やっぱでかいのは24アサルトを半分まで減らせたっていうのはすごいでかいですね。やっぱり大財門は警戒して、ここでダウンを取られたんですね。そうです、なるほど、上に上がっちゃったらよかった気もしなくないですけど、どうでしょう、ね、いや今のは上がろうとしたんですけども、まあ、やはりちょっとミスってしまった部分が最初に上がりきれずにちょっと頭を、そうですね、という形ですよね。結構致命傷でしたね。なるほど、でそのやっぱロスがでかくてアサルトに入りつかれてしまった。これですね、アサルト来ますね。これ入りつかれると結構厳しいんですよね、はい、一応近くにあのジョナさんが、そうですね、トワイアムじゃないミニオルガの、レミが守ってるんですけど、はい、武装的にはこれ片向きに入りつかれるとどうしようもないですね。そうですね、レミとあのオルガでは割とどうしようもない部分があって、はい、でこのオルガの武装なんですけども、揺られてしまうと本当に厳しい武装なので、そうですね、それがまあ露骨に出てしまったのかなっていう感じしますね。縦は処理できませんもんね。ですね、はい、さあ気がついたらさあ一落ちで湧いた瞬間にほぼなんかコストがすごいリードついてますけど、そうですね、これも見るからのリードということでよろしいですかね。もうあの超無理無理です、はい、まずこれですよね、やっぱ始まらない感じですし、はい、これでもこちらのアダムさんがすごいオルガチェックしてますよね。そうですね、はい、あのオルガだけじゃなくても他のキャラも見つつ、そのオルガの近くにいるのですごくいい仕事してると思います、そうですね、ここもアダムさん、ここ、あ、これナイスカットですね、ですね、はい、しかしまあ相手的には落ちてもいいよと、そうですね、だからこれカズさんここで、おお、一応今のでヘッドショット決めればもしかしたら、あったかもしれませんね。あ、打たれる前に止めれればっていうところですかね。あ、でも最後のジョナサンのハンマーでしたね。そうですね、はい、ということで、まあ、カドスミの方がしっかりとオルガを、はいはい、張り付いて仕事させなかったということで赤チームの勝利ですね、はい、はい、ありがとうございました。